オールドデジカメ、そこにしかない写りがあって、しかも気軽に持ち出せる機種をお探しならこちら、コダックV570 です。こちら当時としては破格の超広角 23mm レンズとズームレンズの2つを搭載したという珍しい作り。起動も早い。コダックブルーという独特の写りをする、今はないコダックの CCD センサーの写りをこんなにコンパクトに持ち出せるというのが嬉しいこのカメラ。実は大欠点があります。画素以外ほぼ同じな後継機 V705 を含めて、今中古で出回っている機種のほとんどで E45 エラーという不具合が出てしまうんです。しかしこの2つのレンズのうち広角の方しか使わなければ、このエラーはほとんど出ません。このエラーがあるため、中古で出てきてもめちゃくちゃ安い値段で取引されているこのカメラ、広角だけでいいやと割り切れば、安価にコダックブルーの写りをポケットに忍ばせておくことができるんです。皆様も思い切って手に入れてみては。